の落差を使い下段でしたと根元取り返す1-1。さあお互いの反応そしてアイデア、さまざまなものが交錯する試合。さあ巻き込まれて固まっている高波動でドクターストレンジが落ちてノバが落ちる。残るはスペンサー短期、さらにジャムセッションでこれは見えない。さらにファクター入ってゴーハド、竜巻からゴーハド、リセット。さあルーザーズ4としてリセット、前方戦からやり直し。この展開を予想せへんかったな。パーフェクトで一気にいくぞ。で、後出しの怒りが大爆発しましたね、これ。まあ、どうするか。これワンピックでそのままでいいんだね。OK。また先方決めからスタートですね。お互いわりかしフレキシブルな対応をしているチームなので、ここで先方変えてくるは十分ありますね。なんで、先方カードの確認をお願いしますね。さすがにもう大詰めなんで、先方のプレイヤーに先方カードを渡してください。なんでチーム内でだけ分かるように先方カードを渡してくださいね。さあ長丁場となってまいりました、この大会、富士を回りましたね。さあここの会場が何時まで使えるのかよくわからないですが、一木さんがヒヤヒヤし始めております。いや、いってるか、大丈夫ですか、伸びる。さあ大山崎ふるさとセンター伸びます。まだ行けます。公民館やのに。まだ頑張ります。ちなみにあの玄関のところのホワイトボードにあの VMVC って書いてある。VMV C3 って書いてある。今分かってる。何の大会かさっぱり分かんない。すいません、ちょっと一回トイレ。あ、一回トイレ。はいはいはい。まあ、なんで、まだ丸瀬君が、トイレ行ってる間ちょっと時間あるんでね、もし今のうちにこうちょっと飲み物を買いに行きたいとかそういう方は動いた方がいいかもしれないです。いやー、ゴーキ強えわ。俺もゴーキ使うわ、リュウやめるわ。さよならリュウさん。これだけ緊張感のある試合ですからね、見てる方も多分疲れてる。竜巻の首どうも消せないキャラとかマジ弱いからな。でも現実話超しんどいんちゃうの、結構上からかぶせれるからいけんのかな。飛び道具で削られて殺されるイメージしかない。はい、まぶし戻ってまいりました。はい、もう先方両チーム決まってます。はい、はい、じゃあ先方カード出してください。フリーダとまぶしと先ほどと一緒、リベンジか。さあじゃあ特に掛け声出していきましょうね。もうさすがに時間もないんでチャッチャチャッチャでいきましょう。はいはいはい、ボタンチップはありますよ、ボタンチップは。さあまさかの長丁場となってまいりました。わりかし一木さんのスケジュール切りはなんていうか結構余裕を持ってたんですが、やはり 3-on-3 家庭用の 3-on-3 のなんでやっぱ時間読めないところが結構あるようで、なかなかやっぱ難しいですね、こういう 大人数の大会となると。まあそれでもわりかしみんなやっぱりマナーよくやってると思うんで、本当人類の人たちは行儀がいいなと思います。少なくとも会場にあの割れたワインの瓶とかが落ちてないんですよ。何ゲーゼの話かは知らないですけど、高瓶落ちてないし、漫画娯楽とかが落ちてないんで、マナーがいいなと思います。バカゼル。あ、言っちゃった。
さあ、それでは行きましょう。グランドファイナル最後の決勝戦、それではスタートを回してください。シェさあ、先ほどと一緒の戦法戦、先ほどはマブシンが勝っている。ちなみにその前のウィナーズではウリーナが勝っている。つまり天敵は 1-1。 ここで勝ちたい。まくしくもあれですからね、2人とも元アルバイトですからね。さあ、先手を取っていったのはマブシン。やはりフリーダー打開策見えたか。さあ、ゼロを落としたいマブシン。ここはゲージを惜しみなく入っていく。先ほどはまず X ワッターまで吐きましたからね、それぐらいゼロが憎いと。さあ、ラウンドドリップが刺さって、クラブまで挟み込む。さあ、一気かかん。まだフリーダーが対応してくる前に一気に沈めていく。ファクターを使って裏回りハイタイムから Z、 死なないが、でかすぎる。とりあえずやりやがった。これは無理。さあ、マジだ。ラウンドドリップ、ラウンドドリップ、ラウンドドリップ、幻影剣。さあ、ラウンドドリップ投げていく、はい、そして幻影剣。OK、 さあ、さすがマブシン、まず1本目。勢いに乗っているのはやはり超ヘルマブシンか。このまま行かせてしまうと怖い展開。フリーダに課せられた仕事は大きい、はい、さあ、ジャムセッションが引っかかって、ならばと今度はこちらが攻める番。さあ、お互い先方がキーポイントとなっております。さあ、ここはフリライコーループ、緊張感のあるライコーループ、ジャムセッション。さあ、バルバスが正解を引いていくマブシン。しげさん、さあ、何度もなくクイズを仕掛けていきます。フリーダー、時々正解がない時があります。はい、問題を出している本人が正解分かってない時があります。さあ、どうだ。さあ、ライコーループ少し落としてしまう。ここはうまく飛竜を返した。やっぱ飛竜がいればね、やっぱマジュラがありますからね。ゼロブラスターか。やっぱハイパーゼロブラスター強度高いですね、はい、さあ、ここはファクター中断通していく。まずゼロを落としたい、さあ、はい、ここいくよ。じゃんけんポイント。今度はマブシンがクイズを出すが、やばい。そして正解のないクイズを狙ってくる。さあ、正解がない。フリーダーを見立てですね、これ実質。そしてクソルが出てくる。さあ、中堅クソル。さあ、レッドリーガープラスおまけチームもオーダーは変えておりません。マブシンがここでここ一番の大立ち回りを見せる。わりかし先ほどの試合でもまぶし V 上は抑え込んでましたからね。この後のフランクにちょっといいようにやられすぎた感がありますので、この辺まぶしがどう修正してくるか。そしてクソルとしては今度は V 上でペースを握れればより有利な試合展開になりますからね。さあ、どうするか。前方戦バージル V 上。さあ、丸太とレッドホットキックが襲いかかってくる。ブーメランさあ、ラウンドポイントから食べる時間を与えません。ブーメランのこの弾幕。さあ、バジラが引っかかって出た、このマブシンの潔い X ファクター。さあ、V 上落としにかかる。削りハイタイム。さあ、V 上落としてフランク。さあ、プラズマで挟み込む。どうだ、バジラで落として、今度は落としてしまうが、丸太が待っていた。静かに丸太が転覆しておりました。
そしてレベルを上げて、またフランスさんが好き放題やり始める。さあ、ワッドホッパー設置して、またもやフランスさんが出てくる、ボヨーンと。そしてハウスラウンドキックから、さあどうだ、またマブシンがフランクに見殺されている。フランクラ君のこの組み合わせ、さあ中段上り中段、そしてケースネットと、そしてマッドホッパー、そしてボヤーンと、でかい、おいこれだ、またもやフランスさんが大立ち回り、フランスラスーンの組み合わせ。しかしやはり先手はマブシンが取っている。マブシンとしてはフランスをどうするかという話になってきてますね。さあどうだ、先手を取っているのはクソルだが、アチェス飛ばしていった。そしてまたもやエクサクター、とにかく VJ だけは落としておきたい、 VJ だけは落としておきたい。そしてフランクレベル1になってる。おっと、ここでヒーユルにシフトしてきましたね。あー、これがフォーメーションで、あー、プラズマです、バリも止められる、ゲージを入ってしまった、クソル。さあヒビューが、ヒビューが下がっていく、プラズマ、さあここでマシュル、さあレベル1フランク打開策はヒリュータンだった。おっと、押し合ずにゲージを出していくラグナロク。そしてラクーンが残り3枚どうするのか。さあここのクイズは正解していく、それ、よっ、さあこすっていた、ないない、さあ、こすると思ったときはもうこすっている、もうこすることは何でもいいです。あーっと、危ない危ない、巻き込まれるところだった。しかしこれでヒリューは落ちそうですね。いや、落としてしまう、ストル大事に大事にファクターとゲージを残している。このファクターとゲージをいつ吐くか、まだ時間はあるのでゆっくりやっている。さあスピットファイヤー、スピットファイヤー、そしてペンギュラルと、さあ全部の体力を減らしていく、どうだ、ロケンローしていってファクター、レベル3、レベル3、ラクンのスピードを生かす前に捉えていった。さあどうだ、これネットカスあたりだぞこれ。さあどうだ、このロケットラクンの、ロケットラクンの機動力もカブトワニの前で守り崩す同点。さあ、マブシンも取り返す。先ほどのマブシンとは一味違う。フランク打開策を見出した。となればもうあとは全力で V 字を落とすだけ。さあ、ラウンドトリップ。さあ、シスト追い合い。カブト割り。シスト追い合い、幻影剣。さあ、これは相打ちから丸太が仕込まれていた。今度は先手を取られたか。さあ、チームエリアの回数、そしてハイタイム X ファクター、どうだ、これは V 上を落として出てくるな、フランスマン、またもやヒリューにシフトしていく。さあ、バリコン使って当たっている、しかし追撃が入らない。これはヤスカを済ませることができた。軽傷で済んだマムシン。さあどうだ、しかしレベル1フランクには絶対の自信を持つ、取る、マルタ、ユーズが当たっている。さあなかなか致命傷が与えられない両者、はい、プラズマ拾えない。さあ切り上げていく、マブシンが冷静に上を見ていく。ならばと横で攻める、バリコン、ゲージが2本溜まったらバリコン、そしてファクターを吐いて崩していく。写真を撮るが、どうだ、レベルは上がっていませんしね、これちょっときつい展開、来とる。
さあしかし、ここにいて、さあデュエルが落ちて、出てくるのはヒデ、さあ、リタが引っかかる、そして残るはバンジル、打席バンジル、たくさんはない、ケイがゴール、レベル1フランク、大立ち回り、マルタカメラ、叩きつけからバリコン、アクソールがレベル1フランクで粘った。そしてヘレ、今度はクソルのリベンジマッチとなりますね。素晴らしい。クソルは先ほどこのヘレさんに負けているので、ヘレに負けているのでリベンジマッチとなる。お互いキャラは固定というか同じなんじゃないかなと思うんですが、まあ、ヘレさん側にはキャラを変える権利があるので、ワンチャン変えてくる可能性はあると。ただしかし先ほど、ゴーキドゥーム、ダンテかのチームで、クソルを倒しているので、まあ、このチームで行くのではないかというところですね。さあもう翔くんも余計なアドバイスはしません。もう見つめるとチームメイトを信じるといった感じですね。さあお互いチームメイトは今戦う選手を信じるのみ、特にアドバイスらしいアドバイスをかけたりはしません。全員が全員トッププレイヤーですからね、分かっていると。さあ集中してキャラを決めていく。さあ中堅戦となります。 1P 側ヘレ、 2P 側クソル。お互いまず接近戦から入るが、どうだ、ジャネタガードしている。さあこの空中竜巻、さあ下段ガードがお互い硬い。ロングトラップが当たる。先ほどは本当ヘレさんは全然ロングトラップ当たらなかったですからね、はいはい、ホームも警戒してますからね。さあレッドオブキッズはガード、お互いガードが硬いが削りでダメージが蓄積されていく。レッドオブキックガード、ここでゴーハド、これをガードしているクソル。さあ風船のともしびは部員長、さあここでジャネットが止めた。さあハピバ精度の低い蝶といえどもあれだけ深く刺されば十分。さらに写真でレベル上げ、これでレベル4。さあどうだ、レベル4フランクに対してヘレドゥームどうするか。さあ削って削っていく。さあここでバリコンを打って出ちゃった系なんですかね、これは。さあ前転前転前転ってしか